こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この間、ちょっと前なんですけどね、実は。理事会でこの金柑を理事の方にいただいたんです。それで、ああ、煮なくちゃなーと思ってたんだけど、で、このままちょっと食べてみたりもしたけど、やっぱりちょっと酸っぱい感じもあるし。と言って、こう、よくね、縦にこう、筋を入れて、種を取って、それから煮るとかって言うんだけど、それもちょっとめんどくさいので、さっと湯がいて、丸ごと、ちょっと甘く、柔らかく煮てしまって、少しお料理の脇に添えるとか、なんかそんな形で食べていきたいというふうに思っています。せっかくいただいたので、煮ていきたいと思います。今、お湯を沸かしています。と、お湯が沸いたので、金柑茹でていきます。さっと茹でればいいと思うね。と3分茹でます。と、湯に入れた金柑、アクを抜くために3分間、茹でます。あとちょっとぐらい、30秒ぐらいかな。もういいかな。3分経ったので、これで一度茹でこぼしますね。火を止めて。アクが抜けました。水で洗います。この硬いヘタだけちょっと取っときましょうね。ほとんどないんだけど、はい、お鍋に戻してヘタがまだついてるのがヘタは硬いもんね。本当はですよ、ここで種を取るべきなんだけど、種を取るとめんどくさいからそのまま食べた時に出すっていうことにしちゃいます。お水はだいたいこれぐらいだったら2カップぐらい、ちょうどひたひたですね。火にかけて、ここに私蜂蜜入れようかなと思います。蜂蜜をちょっと 100cc ぐらい入れて、100、この瓶だったらちょっと半分ぐらい蜂蜜まず入れて、蜂蜜を入れて、でもなんかもったいないので、あとお砂糖にします。蜂蜜とお砂糖入れちゃおう。3倍ぐらい。あ、なんて適当なんでしょう。これでちょっと甘く煮詰めていきます。これで20分ぐらい煮ますね。弱火で。で、これ今、水分飛ぶ感じ。トロトロっとなったら出来上がりってことにしましょう。あ、すごい適当なレシピでごめんなさい。アクが出てきたのですくいますね。トロトロになっ
って20分ぐらい茹でるんです。茹でるというか煮るんですけど、アクは取りましょう。柔らかくもあれって感じ。蜂蜜の良い香りがします。銀柑の。お客さんに出すんだったらちゃんと種を取りましょう。あ、でも種取らずにお客さんに出しちゃうかも、うん、いい匂い。と煮詰めました。なんかテリテリしていい感じです。膜は取りながらなんですけど、これで冷まして、1ヶ月ぐらい持ちますね。ちょっと食べきれないなと思ったら、まあ3回分ぐらい見分けて、冷凍するかなという感じです。ちょうどいい感じですね。これ冷めて食べてみます。多分相当美味しいです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いただいた金柑を煮てみましたという動画でした。ではまた。